プレゼンテッドバイクイーンロゼ。12時の鐘とシンデレラ。失礼します。お嬢様、旦那様が書斎でお待ちです。半時ほど前でしょうか、すぐにそのまま書斎に向かわれまして。では失礼します。
入りなさい。おいで。そこの椅子に座りなさい。お前に話しておかなければいけないことがある。心して聞きなさい。実は再婚を考えている。驚かせてしまって悪かった。お前にはもっと早く話そうとも思っていたんだが、なんとなくタイミングを逃していた。ファティマは、そうだろうな。社交界などに顔を出すタイプの女性ではない。彼女は下級貴族の未亡人で、二人の娘を抱え、女手一つで育て上げてきた立派な人なんだよ。私は彼女の二人の娘とも会っている。彼女たちはとてもいい子でね。会えば